皆様お久しぶりーふです。猫ひげガレージ小さいおばちゃんです。バイクに乗るのは5ヶ月ぶり、初心者に戻ってます。本日はツーリング仲間のゆみちゃん、イッシーとともに美味しいお蕎麦を食べて、銭神様が祀られているパワースポットに行き、道の駅で黄金に輝く団子を食べて、絶景の展望台に行ったら道が凍っててびっくり。今回のルートはこんな感じ。それでは猫ひげガレージレッツラゴー。いやー、冬は寒いね。おばちゃんは猫たちとこたつで丸くなっていましたよ。いやね、バイクに乗れなかった理由があるんですよ。言い訳なんですけどね。去年の11月に玄関先の段差で右足首を捻挫しちゃいましてね。ずーっと痛くて、そんでもって怪我の治りが遅い。年だから仕方ないんだけどさ。そんなんでバイクに乗れない日々が続いたので、せっかくだからもう一台のボアアップしているスーパーカブカスタムちゃん、とっても登りが遅いからエンジンを 107cc セル付きに変えちゃおっかということになり、エンジンをヤフオクで購入して旦那様に乗せ替えをしていただいてました。していただいたのですが、オイル漏れが治らんのですよ。今現在も原因が分からず困っております。旦那様的にはセル付近からオイル漏れをしてるんじゃないかということなんですが、どうなんでしょう。同じ現象が起こっている方やアドバイス、解決策がわかる方いましたらコメントお待ちしています。このまま暗い気持ちで年末年始を迎えるのは絶対嫌と小さいおばちゃんは思い、もう一つエンジン買いましたよ。日々コツコツ節約しながら貯めたへそくりをはたきまして、ヤフオクでエンジン再購入しました。セルがついてないやつね。これで旦那様に再度エンジンを乗せ替えてもらえば、もう上りでみんなに置いていかれないぞ、早く捻挫治れと意気込んでいたのですが、セルなしエンジンも調子がいまいちでして、キックでエンジンかからないし、一速の入り悪いし、信号待ちで止まるとエンストしちゃうし、カブなのにリッター25キロぐらいしか走らないし、もうなんなの。それでも旦那様はいろいろなところをいじって変えてくれて、乗れるようにしてくれて感謝です。まあこの動画で乗ってる白カブちゃんがあるんだから、もう一台カブなんかいらないっしょと言われそうですが、この白カブちゃん足つきがいまいちなんですよね。例えば信号待ちで止まるとき、わだちがある道路で足がつきにくいときとかあるじゃないですか。おっと危ないってよろけちゃうときあるんですよね、結構頻繁に。その点スーパーカブカスタムは元が 50cc なので、車体が小ぶりで操作性が良く、さらに短いサスペンションに変えているので足つきもいいし、小さいおばちゃんの体にしっくりくる仕様になっているんです。ってそんなことを言ってましたら着きましたよ。美味しいお蕎麦のお店、ふれあいの里泉亭さんに到着です。私はランチセット、ゆみちゃんとイッシーは盛りそばと天ぷらを注文。のど越しよし、風味も抜群、あっという間に完食です。お腹もいっぱいになり、次はお金に不自由しないと伝えられる銭神様が祀られているパワースポット、聖神社へ向かいます。なんとこの神社の御神宝はムカデなんですね。ムカデには足がたくさんあるのでお金に困らないと言われているんだそうです。お金のことをお足って言うんですね。ムカデはお足がたくさんあるイコールムカデはお金がたくさんあるでお金に困らない。なるほど。でここで360度カメラの電池が切れてしまいまして、さらに久々のツーリングで充電用のタイプ C の線を忘れてしまいまして、走行中の動画が撮れていませんでした。とほほ。この後は
道の駅花園で絶品黄金団子を食べて、絶景の観光名所美鈴山展望台に向かったのですが、展望台までの山道の端には雪が残っていて、ところどころ路面が凍っているところもあり、走行中ずっと怖かったです。帰りの下りは生きた心地がしませんでしたよ。まあ、ゆみちゃんとイッシーはスイスイ下ってましたけど。今年はこういう河原でラーツーとかカフェツーしたいと思ってます。それでは次回もお楽しみに。